明日から秋の火災予防運動が始まります。岡山市の複合型施設森の町グレースでは大規模な消防訓練が行われたほか、消防署では OHK の藤本久美アナウンサーが一日消防署長を務めました。一人でも多くの市民の皆さんに発信できるよう、今日は一日消防署長として全力で任務を全うしてまいります。岡山市北消防署で金本則正署長から委嘱状を手渡されました。藤本アナウンサーは職員から車両点検の報告を受けた後、視界不良の中姿勢を低くし避難するなど火災の疑似体験を行いました。その後参加したのは岡山市北区の複合型施設森の町グレースで行われた大規模な消防訓練です。訓練は震度6の地震により商業施設で火災が発生したとの想定で行われました。消防車10台とヘリコプター1機が出動し、マンション屋上に取り残された人の救出手順などを確認しました。岡山市消防局管内では今年140件の火災が発生し、4人が亡くなっています。これから寒い時期を迎えます。暖房器具や火の取り扱いをする機会が多くなると思いますので、火の取り扱いには十分注意していただきたいと思います。秋の火災予防運動は明日から今月15日までです。